聞いてください。いやでもあの時聞いてるんですか？なんかちょっと言ってたかなっていう記憶があるんですけど、うんうん、下ネタがね、いや、なんか若干お好きなようで。下ネタ好きじゃん。ちょっとそんなことをね、生放送でベラベラ言ってないかちょっと心配ではあるんですけど、はい、まあここで大阪人、まま、関西人なので、はい、ちょっと無茶ぶりで、はい、まあ一発芸かね、モノマネかなんかをね、まあちょっと一発やって、笑いをバッと取っていただきたいなと思います。ということで、先週のリッスン木曜日を担当した木崎ゆりあでした。なるほど。いやいや、ありがとうございます。ゆりあちゃんからのコメントでしたけど、え？なんて？なんか一発ギャグみたいな振られたんですけど、じゃあ私のとっておきの、NMB48 チーム M のキャプテン、山田奈々ちゃんのモノマネをしたいと思います。へえ、みんな、起きてる？もう、私はもう、ほんまに眠いわ。あ、でも、まあ、明日も、あ、どうしよう、明日何しよっかな。あ、明日エステ行こうと。じゃあね、みんなバイバイ。拍手、ありがとうございます。はい、こんな感じで。いや、下ネタとかゆりあちゃん言ってましたけど、私が喋ってるのは下ネタじゃなくって、神秘的な人間についてのお話なんですよ、本当に。だから私下ネタとか本当に苦手で、本当ですよ皆さん。ね、よく知ってますよね、私が下ネタ苦手なこと。はい、というわけで、まあ、今日もガンガン楽しんでいきたいと思います。はい、ゆりあちゃんありがとうございます。